次に山谷恵理子さんの質疑をお願いいたします。山谷さん。自由民主党山谷恵理子でございます。今日は外交防衛の集中審議でございますが、私午前午後と渡りますのでよろしくお願いいたします。集中審議の前に1点確認したいことがございます。それは皇室制度に関する有識者ヒアリングなんですけれども、民主党政権というのは本当に天皇陛下ご皇室の皆様国柄への理解というものが、敬意というものがないと思います。数々のご無礼をお働きでございます。それで現在金城陛下125代でいらっしゃいます。お父さん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 とたどっていくと、第一代の神武天皇にたどり着く。万慶万世一慶男系でずっとつないできている、この美しい国柄を重く受け止めるというふうに野田総理は何回か答弁でお答えになっていらっしゃいました。その一方で女性三宅創設ということも言っていらっしゃるんです。女性三宅と言った場合、皇位継承の問題に絡んできます。私はその点を詰めましてですね、先週藤村官房長官は三宅という定義は曖昧だし今後使わないようにしたいというふうにお答えになられたんですね。野田総理も同じお考えでしょうか。はい、野田内閣総理大臣。女性皇族がご結婚された場合の話でどうしようかという議論をしていくと、昨年の11月ぐらいですか、女性三宅という形で報道で扱われるようになりました。でそれに沿って私どもも言葉を使った嫌いがあると思います。その点は山谷委員から先般官房長官にご指摘ございましたが、私もその点をよく十分注意して言葉遣いを気をつけていきたいというふうに思います。山谷さん。内閣官房参与に任命なさいました園部逸夫さんですね、ヒアリングにも同席なさる。この方はですね、もともと女性女系天皇論者でありまして、17年の有識者会議でもそのような報告書を座長代理としてまとめられた。また昨年の末にもですね、新聞のインタビューに答えて、女性三宅を創出した場合、女性皇族の配偶者や女系となるその子どもを皇族に含めるかどうかの議論が生じるだろう。これは難しい問題だ。確かに難しい問題です。そしてその後仰天しました。だけど現段階で議論する必要はないって、こんな無茶苦茶な方をですね、おかしいと思いませんか。何がおかしいか分かってないんだよ。はい、野田内閣総理大臣。園部先生については小泉内閣の時にもですね、いろいろご見識を示されていたとは承知をしておりますが、今回はさまざまなお立場の方から公平にお話を聞いていただくということが園部先生の今回の役割でございますので、その点は私は踏まえていただけるものというふうに思っております。はい、山谷恵理子さん。そうしますと、政府として野田総理は女性三宅創設という言葉は使わないし、三宅とは全く関係ない問題だと。そもそも三宅というのはどういう法的な存在なんでしょうか。どうなんでしょうか。はい、野田佳彦総理大臣。法的な制度としては位置づけられていないというふうに私は思っています。独立して一家をなす皇族に対する一般的な呼称だというふうに思います。はい、山谷さん。それは一般的に どなたのおぼし召しによりそのようなことになるのでしょうか。野田内閣総理大臣。おぼし召しといいますか、これ天皇陛下のおぼし召しによって皇族に対してその宮号というのは賜るものであるということで理解をしてますし、その意味では現在は六三宅だということでございます。山谷さん。今野田総理は全く理解していらっしゃらなくて、後ろから答弁書をもらってお答えになられたんですね。本当にその程度の内閣でございますので、国論を二分するような議論にはなさらないように、慎重に敬意を持って、私どもは自民党政権の時にこのような本当に重い問題はしなければならないと思っておりますので、全く理解のない民主党政権は議論をする価値がないというふうに思っております。そのことをご自覚いただければというふうに思います。さて、先ほど佐藤同僚議員が Google マップに竹島は韓国の領土に
として書かれていると。竹島の日というのは閣議決定されてますでしょうか。総理、現場からで、はい、野田内閣総理大臣。北方領土の日というのは閣議決定されてますけども、竹島の日というのはそういう閣議で決めたということはございません。はい、山谷さん。政府はオールジャパンで竹島問題の解決に取り組んでいくと言っていらっしゃいます。それならば2月7日北方領土の日閣議決定、2月22日島根県が決めた竹島の日、これを早速に閣議決定していただきたいと思います。いかがですか総理。はい、野田内閣総理大臣。これはですね、そういう日をこれまでも、島根県はそういう日を作りました。国としてその議論はまだ十分されてないと思うんです。というのは北方領土は間違いなく領土の4島の帰属の問題があります。だけどこの竹島についてはもう我が国固有のまさに領土である、歴史的にも国際法的にもということを踏まえるとどういう考えに持っていくかということはちょっといろんな議論があるのではないでしょうか。はい、山谷恵理子さん。そういう答えをするからですね、実効支配韓国が強化してくるんですよ。昨年1年間何が起きたんですか。竹島でファッションショーは開かれるわ、音楽会は開かれるわ、40人の泊まれる宿泊施設は作られるわ、ヘリポートは作られるわ、今大きな防波堤と海中公園まで作ろうとしてますよ。それから竹島の横1キロには海の上に15階建ての海洋科学基地を今組み立てているところですよ。閣議決定するのは当たり前じゃないですか。もう一回おっしゃってください。はい、現場外務大臣。竹島の日を設けてそれを閣議決定すべきであると、こういうご提案だと思います。一つの考え方だと思いますけれども、どうしたらですねこの竹島という、まさに我が国固有の領土ではあるけれども領土問題、これは存在をしています。でこの領土問題を平和的に解決していくかということについて、まさに最終的なそういった目標、そのことから踏まえてどういう手段がいいかということで、それぞれ総合的に検討していかなきゃいけない課題だろうというふうに考えています。山谷恵理子さん。民主党は先の衆議院選挙で在日大韓民国民団の皆様にポスター貼りをしてもらったり、招致貼りをしてもらったり、ものすごい、そうです、外国人地方参政権、選挙までですね、選挙権までお約束して、そして千葉の民団の会でも、野田総理はですね、皆様のご支援でもって、こういうことになった。つきましては政権交代を機に両国の関係を深めたいと言ったんです。深めたいということがですね、向こうに引っ張られるということなんですか。4月11日に憲政記念館で、竹島問題の早期解決を目指す東京集会を開きます。それは今の政権が全くですねオールジャパンの体制を作ってくれないからなんです。主催は私が会長しております超党派の領土議連117名、民主党も30数名入ってくださってますよ。それから竹島北方領土の早期返還要求の島根県民会議ですね、招待状出して届いていると思いますけれども来てくださいますね。はい、現場外務大臣。政府の対応については検討中でございます。おっしゃるようにそれぞれ超党派でですね、そういったご案内をいただいているということは承知をしていますけれども、先ほど申し上げましたように最終的な目標を達成するためにどういう形が良いのか、そのことを踏まえて考えていかなければならない。私自身も外交演説も大平外相以来だということでございましたけれども、あえてですねああいう形で触れたわけです。それぞれがそれぞれどういう方法が良いかということは、それはさまざまなご提案をいただければと思います。今の点については政府で検討中だということでございます。山谷さん。浜口前米島根県知事は閣僚がこの4月11日憲政記念館に来てくださって、お話をしてくださることが重要だと言ってらっしゃるんですね。近いですよ、本当に3分もかかりません。ぜひ4月11日憲政記念館でこの閣僚の皆様と総理とお会いをしたいと思います。
さて、人工衛星と称する弾道ミサイルが北朝鮮から発射されようとしております。昨日の韓国当局の発表では、ミサイル本体がトンチャンリの発射基地に運ばれた。日本政府も当然把握していらっしゃると思います。発射台はもう50メートルというものすごい大きさなんですよね。これ燃料注入の準備が始まるときはどのように田中大臣把握されますか。はい、あの現場大臣、田中防衛大臣、あの防衛省といたしましては、あの情報本部がありました、あります。それで発射台のですね、状況については、あのいろいろな手段で把握をするところでありますし、その把握はこれからできるんではないかと思います。はい、山谷さん。トンチャンリの発射基地の燃料補給の装置はどこの場所にありますか。はい、田中防衛大臣。あの今までの基地ではない基地でございますが、まあ、その、 あの近くにですね、その補給するというものはですね、あるんではないかということは考えられるわけでありますが、具体的なことについては今お話しする状況ではございません。はい、山谷さん。そこの場所は偵察衛星で捕捉できる場所ですか。あの渡辺副大臣、あなた分かるか、どうかけて。ちょっと大臣、渡辺副大臣、いや私ちょっと指名させてください。これはやや左右にわたることですから、どうぞ。あの報道はあの承知をしております。あの地下に、そのいわゆるあの燃料補給基地があると、いうことをですね、あの報道されていることはあの承知をしておりますし、またあの、まあ、ここから先は防衛機密に触れる部分ですから、あの大臣が申し上げたように詳細には申し上げられませんけれども、あの当然あの50メートルのトンチャンリの発射台にですね、そのような弾道ミサイルが立てかけられて、どのような形で進行しているかということについては、さまざまな周辺情報を我々としては最大限把握をしてですね、その前兆をつかめるように、最大限の努力をしていくところでございます。山谷恵理子さん。そうなんです、燃料注入は地下で行われるという最新式、しかも短時間で自動で行われるという。田中大臣、私事前通告これしてるんですが、なぜ副大臣が代わりに、私副大臣は要求しておりません。おっしゃってください、今のなんでこうなるんでしょう。はい、田中直樹防衛大臣。あの私からですね、あのどの程度 の、 あのお話をしていいかということは、まあ、防衛省としての立場もございますが、あの先生にはですね、あのそういう話がございましたら、私も相談をして、あの先生にはあのご説明を申し上げるという機会を設けたいと思います。山谷さん。そうしますと副大臣は答えられるけど、大臣は答えられないということなんですね。ちょっと意味が分かりません。今のですね、燃料注入に関しては佐藤同僚議員がおっしゃられたこの、自衛隊法第76条のですね、我が国にミサイルなどが飛来する恐れがあると認められる場合で武力攻撃に当たると認められる場合というふうに解釈してよろしいんでしょうか。はい、田中直樹防衛大臣。あの今のところ攻撃の意図がですね、あるというふうにはあの認識をしていないわけでありますので、防衛出動をするということは今のところ考えておらないのが状況でございます。はい、山谷さん。今のところ弾道ミサイルなどが我が国に飛来する恐れがあるとは認められないから、76条ではなく82条の3項でいくということなんですね。この判断はどうしてなさったんですか。
はい、田中防衛大臣。これからの判断だということになります。で、前回の場合にはですね、83条の2条でありますが、今は3条の3項ということになりますが、これからの状況でございますけれども、万全な体制を組みつつ、そしてまた手順を踏んでですね、そして判断をしていくということでございます。はい、山谷さん。82条の3項でやるやるという方針であるようでございますが、ではいざというときにですね、この迎撃の命令を下すのはどこでどなたがなさるんでしょうか。はい、田中大臣。私が判断することでございます。はい、山谷さん。PAC-3、イージス艦の SM-3 が失敗してですね、PAC-3、これを大臣が命令なさるんですか。瞬間的なことを言ってるんですよ。はい、田中防衛大臣。前回もそうでありますが、航空総隊司令官が私から指示をいたしておきまして、そして判断をするということになるわけでございます。はい、山谷恵理子さん。そうなんです、航空総隊司令官がなさるんです。当然いろいろな打ち合わせをお話しなさっていらっしゃると思います。今どこからその命令をなさいますか、その方は。はい、田中直樹君。斉藤という司令官とお会いしております。そしてまた今府中でございますが、今月中に横田に移動するということでございますし、私は大臣室からですね、直接ないしは幕僚長を通じてですね、話をするということにも準備をいたしております。山谷さん、先日島尻議員の質問に十分答えられなかったんですね、田中大臣は。今日は答えられると思います。必要と判断するという根拠を教えてください。はい、田中防衛大臣。やはりですね、実際に必要なということは、我が国の領土にですね、領空にその侵犯があるというような判断のもとにですね、判断をするところでございます。はい、山谷恵理子さん。それは内局の方、あるいは背広の方、どのような状況の中でその判断なさるんですか。はい、田中防衛大臣。先ほど航空総隊司令官に、が指示するわけでありますが、この BMD 統合任務部隊司令、というものをですね、設置をして、そして兼務をしていただくわけでありまして、その統合任務部隊とですね、内局との連絡もございますし、省内としてはいろいろなチャンネルでですね、連携を取りながら、実動部隊と、そしてまた内局と、そしてまた統幕長参加と、そしてまた私ども政務三役が連携を取るわけでありますが、最終的には私が判断をして指示をするということになります。山谷恵理子さん。本当にちょっとよくわからないですが、もう一回すっきりと国民に分かるようにご説明ください。はい、それじゃあ田中防衛大臣。ミサイルがですね、失礼しました。今外交努力の状況をいたしておりますし、周辺の状況、あるいは北朝鮮のですね、状況などを政府として、あるいは防衛省として総合的に判断をして、必要な場合には対処するということになるわけでございます。はい、山谷ちゃん。何を見て状況として判断するのか、背広、制服、どのような役割を果たしているのかと整理を聞いているんです。それじゃあ一度渡辺副大臣。
第一義的にはですね、当然早期の警戒衛星がこれは当然監視をしてます。そして赤外線を探知してですね、その赤外線を探知したもので当然瞬時にその軌道角度等をですね計算しますから、そうするとどの飛翔経路を通ってどこに着弾するであろうかということについてはコンピューターでかなり早い時間に計算できますので、当然その飛翔の航路をですね計算して当然所要の措置を取ることが考えられます。その時には当然在日米軍それから日本の航空総隊司令部とですね情報を共有して、当然イージス艦や南西諸島等に配備されている PAC-3 ともですね情報を共有しますので、それによって対応をすることが検討をされております。山谷恵理子さん、今フラッシュがババッと光ってるんですが、本当に大臣の代わりに副大臣がご答弁になる。フラッシュが万光光る委員会、総理一人は孤独にありて、人事を丸投げするからこういうことになるんですよ。恥ずかしいと思いませんか。党内融和がこの結果なんですか。いかがですか、ご責任は。責任は副大臣の方が大臣。はい、野田内閣総理大臣。決して人事丸投げをしたということはございません。私なりの適材適所の判断をしました。その責任については私が任命責任は負っておりますけれども、私の判断でございます。山谷恵理子さん、ちょっと正式にしてください。本当に適材適所という、本当もう一回辞書を調べて私本当に理解したいと思います。理解できません今の状態では。一昨年ですね、私拉致議連の副会長をしておりまして、韓国でみんなで仲間で行きました。そして政府の幹部、国会の幹部、そして、与党の幹部、いろいろな方と議論いたしまして、朝鮮半島で雪崩のようなことが起きるかもしれないというふうに言われました。救出のための自衛隊法改正のご検討をお願いいたします。いや、次にいたします。それでは次にいたします。午後にいたします。ありがとうございました。それでは午前の議論はこの程度にいたします。残余の質疑は午後に譲ることといたします。は承知をしておるところでございますけれども、在外邦人の保護に関し自衛隊が派遣先の外国においてどのような活動を行うかについては、さまざまな観点から議論し検討することが重要だと思っておりますし、先生ご指摘のようなですね、北朝鮮の情勢あるいは韓国との関係、まあ、こういうことをですね、これからも議論をさせていただきながら、自民党案のことはですね、理解はしていきますけれども、今のところですね、この法案について賛成するということはできない状況でございます。はい、山谷さん。自民党はそれでですね、その法案を出しているんですよ、改正案を。見殺しにするってことですか、今の答弁では。日本人救い出せない、見殺しにするってことですか。防衛大臣田中直君。見殺しにするということではございません。もっと運用をですね考えていくことは必要だと思いますが、まあ、ちょっと例えばですね、先般の東日本大震災がございました。中国の皆さん方が東北におられましたけれども、まあ、民間のですね新潟空港から皆さん方一時避難されたわけであります。まあ、そういうふうに官民一体でですね、その各国との友好関係なり、あるいはその関係を活用しながらですね、最大限努力をしていくということで現在は対応してきておるところでありますが、まあ、先生のご指摘のことは国会でも大いに議論をしていく必要のある課題ではないかと私は認識をいたしています。はい、山谷恵理子さん。田中防衛大臣、有名な一文がありますね。平和を愛する諸国民の公正と真理に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。このことに関しては共感なさいますか、それともおかしいなと思われますか。おかしいよ。はい、田中防衛大臣。憲法のですね、平和主義を全文で歌っておると
ということでございますし、まあ、その前提というものをですね、理解をしつつ憲法が成立をしておるわけでありますが、しかしまあ憲法議論の中では全文においてもそれぞれですね、この必要性についてはあるいはこの認識ということについては憲法学者でも議論があるわけであります。まあ、これから憲法調査会の中でいろいろと議論をされることではないかと思います。いや、はい、あなたの見解を問うておるようであります。どうぞ。憲法を尊重いたしますが、防衛大臣としいたしましては、万が一の緊急のことについてはですね、常に念頭を置いて対処していかなければいけないというふうに認識をいたしております。山谷恵理子さん。平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、北朝鮮は弾道ミサイルを発射する、拉致をした、そして今の自衛隊法では朝鮮半島で雪崩のようなことが起きても田中防衛大臣は助けに行くための法改正をする気がないということですね。大臣、いいです、田中大臣に聞いてるんです。田中直樹防衛大臣。国会でですね、大いに議論をしていくべき課題だと思っておりますので、私もその認識を持って臨みたいと思います。はい、山谷恵理子さん。大臣はせっかくその大臣のポストにいらっしゃるんですから、問題意識をしっかり持ってですね、議論をリードしていただきたいと思います。ただ座ってりゃいいってもんじゃないんですよ。尖閣に関してですね、EEZ 排他的経済水域99の島のうち残り39の島の名前をつけてくださいました。そして23を国有台帳に記入してくださいました。しかし尖閣の周りの4つ、これがまだ未記入で登記が済んでおりません。総理、これ登記早く済ませていただけますね。まあ、国交大臣前田武志君。今の事実関係だけ申し上げます。山谷委員のご指摘でございます。昨年8月に実施した離島の国有財産化は、排他的経、まあ、要するに当該離島の周辺に所有者が明確な離島がない、国内無収のものについて実施したものであります。ただしですね、この久場島の周辺の3島とそれから大正島の1島ということだと思いますが、久場島の所有者である民間人が久場島の一部として所有していると認識しておりますし、また大正島の1島についてはこれも国有しておりますから、その国有財産と認識をしているわけでございます。大正島周辺の1島については以前は名称がなかったため、国有財産の台帳上には載っておりませんでしたが、3月1日の名称付与を受けて国有財産であるということを明確にするため、3月23日に台帳に明記したところでございます。山谷さん。それではもう早速に4党明記してくださったということでありがとうございます。ところで昨年11月現場外務大臣はですね、大変仲の良い記者たちとの懇談会で、尖閣は中国に差し上げればいいとおっしゃられた。これを山本一太さん国会で追及なさいまして、 100% 事実無根、週刊新潮を訴える、謝罪してもらう、で謝罪がなければ訴える、法的措置を取るとおっしゃられましたが、週刊新潮は謝罪なさいましたか。はい、現場大臣、外務大臣。今やり取りを行っておりまして謝罪しておりません。はい、山谷恵理子さん。そしたら訴えればよろしいじゃないですか。外務大臣。すべて用意してございます。山谷さん、謝罪してほしいというのは1回しか言ってこなくて、謝罪し全然その後リアクションがないということは、これは事実なんじゃないでしょうか。はい、現場外務大臣。 100% そういったことはございません。はい、山谷恵理子さん、訴えてほしいと思います。証人がいらっしゃるんです。私その証人からお話聞きました。今日来てもいいというふうにおっしゃられましたので、また次回機会がありましたら参考人としてお呼びしたいと思います。はい、現場外務大臣。ぜひ連れてきてください。もう
どんなことを あっても言ってませんので、全ての記者が否定しております。そこにいた記者ですよ、17、18人か10人くらいいたんじゃないでしょうか。全員に聞き取っていただいて結構でございますし、どうぞその方を連れてきていただければと思います。はい、山谷さん。17、18人もおりませんしですね。ではそれは、じゃあ後ほどまた引き続きやりたいというふうに思います。それからですね、中国の日本の大使館がですね、建築基準がちょっとおかしかったということで、なかなか建築許可が下りなかったと。そこでですね、中国は日本大使館に工場書というものを出すように求められてですね、その工場書を外務大臣は OK して出させたと。他の国に対してこんなことやってません。でその工場所というのはですね、中国は皇帝領事館を作るのに広い土地が欲しい、まあ、東京や新潟や名古屋の土地について便宜を図ってほしいと、まあ、新潟はすでに売られてしまってですね、現場さんがどうしてこんなに広いのが必要なのかと今更ながら言っているという間抜けな状況でございますが、2月2日衆議院の予算委員会で土地の要請はあったと中国から答弁していらっしゃるんですよ。具体的にどんな要請でしたか。現場外務大臣。これはですね、中国側から在日交換施設のための土地の取得も含め種々の要望が出されていたということであります。ただそういったことに対して私は絶対にダメであるという指示をいたしております。したがってこれは2008年、政権交代前のことでありますけれども、通報しなければいけなかった、そのミスにつけ込んだのかどうなのか分かりませんけれども、さまざま、なかなかですね、物事が進んでいないという中で、まさに今おっしゃったように工場所は出しましたけれども、この工場所っていうのは他国に対するものと全く同じ立場を表明しているということでありまして、関連の国際法に従って国内法令の範囲内で協力する。ですから例えば中国以外の国から同じように工場所出してくれと言われれば出したいというふうに思います。同じ他国と同じ扱いをしているということであります。山谷恵理子さん。他の国には出していない、中国にだけ出した、しかも土地に対しての要請があった、断ったにしてもあった。それではその具体的な工場書を出していただきたいと思います。文書を。はい、現場外務大臣。これは衆議院の委員会にですね、しっかりその中身については出させていただいております。工場書そのものを、つまりこれ外交上の政府間の文書のやり取りでありますけれども、そのまんま出すということは、これは普通考えられないことはご理解いただける通りでありまして、ですから他国に対するものと同じことをしていると。先ほど申し上げましたけれども、もともとですね、これ政権交代前にですね、いろんなことがあった、それに対して付け込もうとした、だけども付け込まるようなことをしなかったというのが私は正しい、認識じゃないかというふうに思いますよ。はい、山谷さん。尖閣にですね、ぜひ港を作り、あるいはですね、自衛隊の常駐のをして守ってほしいんですが、今の工場所の件はですね、今の答弁じゃ納得できません。ぜひ理事会で、お諮りいただきたいと思います。はい、そのご提案の件は理事会で協議いたします。山谷さん。委員長、3月16日に田中防衛大臣にお伺いします。尖閣付近で、中国の国家海洋局の調査船海艦50が領海侵犯をいたしました。この時、自衛隊は何をしていらっしゃいましたでしょうか。はい、田中防衛大臣。いやいや、時間をちょっと止めて。ただいま大臣席で答弁をしたのでなく私語を発しております。閣僚席で私語を発するのはやめてください。いや、だから
いや、それじゃあ、恐縮ですが、外務大臣、今の件について、一言、ご発言お願いします。はい、いわゆるですね、そのものではありませんけれども、その内容について、記したものを、参議院の予算委員会の理事会にも出させていただきたいというふうに思います。はい、山谷恵理子さん。本当に座ったままね、お行儀悪いんですよ、衆議院に出したからいいじゃねえかって、それやっぱり立派な外務大臣の態度とは思えませんですね。さっきの質問は田中防衛大臣、いかがでしょう。田中防衛大臣。中国の海艦50の領海侵犯事案についての防衛省の対応ではありますが、防衛省自衛隊としては引き続き、我が国周辺海域における警戒監視活動に万全を期してきておるわけでございますし、海上保安庁を含む関係省庁と緊密に連絡して、異論なきように対応してきたところでございます。他国、一般的に他国の船舶が法令に違反して領海に侵入した場合にはですね、第一義的には海上の安全と秩序の確保を任務とする海上保安庁において対処することとなっておりますが、平素から我が国周辺海域において警戒監視を強めるという形で来ておるところでございます。山谷さん。そういう質問はしておりません。3月16日尖閣周辺海艦50が領海侵犯していた間、自衛隊は何をしていましたか。はい、はい、田中防衛大臣。私はですね、確か衆議院の安保委員会に出席をいたしておりました。それで私がこの領空侵犯のですね、事案というものを報告を受けましたので、直ちに、この私は指示をして海上保安庁から連絡を取り ながら、警戒監視を強めるように、そしてまた空からのですね、監視もするということで、対応してきたわけでありますので、ご質問の趣旨に合うんだと思います。はい、はい、はい、それじゃあ山谷さん。空からは何で見てらしたんですか。はい、田中防衛大臣。P3C でございます。はい、山谷さん、しっかり守っていただきたいと思います。さてですね、お手元に資料があると思います。アメリカのニュージャーシー州に設置されたいわゆる従軍慰安婦記念碑に刻まれているものでございますが、軍と下半身というのはいつの時代でもどこの国でも大変に悩ましい問題で、ございます。歴史に対して謙虚でなければいけませんけれども、しかし事実でないことにはきっちりと説明、発信していかなければならないと思います。野田総理、恐縮でございますが、これ仮訳、外務省の仮訳なんですが、4行ほどお読みいただけますでしょうか。何、はい、はい、現場外務大臣。ちょっと仮訳をそのまま読めということでございますので、そのまま読ませていただきますが、1930年代から45年までの間、日本帝国政府の軍によって、拉致された20万人以上の女性と少女を記憶に留め、慰安婦として知られる、彼女たちは誰も見過ごすべきではない人権の侵害に耐えた。我々はこのような人類に対する、罪の恐ろしさを忘れまいというふうに記されております。この日が経ったということについて、我々もですね、しかるべき関係者の皆様、皆さんに申し入れを行いました。でこの市はですね、1万7000人くらいの町なんですけれども、3分の1は韓国系であると。これ全米で一番多い町であります。ですからこれからですね、引き続きですね、状況を注視しながらですね、適切に対応したいというふうに思っています。はい、山谷恵理子さん。総理に伺います。日本帝国政府の意によって拉致された20万人以上の女性と少女、軍によって拉致された、これは事実でしょうか。はい、
野田内閣総理大臣。日本政府の軍によって拉致された20万人以上、こういう数値とかキリとか含めて根拠がないのではないかと思います。はい、山谷さん。根拠がなければですね、ワシントンにロビーストがいないの日本だけなんですよね。韓国は精力的にやっていらっしゃいます。これ外交戦略の中できっちりとですね、事実を説明していくというような外交を考えていただきたいと思います。続いて2枚目なんですが、これはソウルの日本大使館前に作られた平和の日という少女の像の前なんですが、文章はこうなってます。2011年12月14日、日本軍性的奴隷問題を解決するための水曜デモが1992年1月8日に日本大使館前で最初の集会を行ってから1000回目を迎えた。この平和の日は水曜デモの精神と深い歴史を記念して立っているものであると。この水曜デモにはですね、民主党の国会議員さんたち入れ替わり立ち替わり参加していらっしゃるんですよね。それで民間事業者が当時ですね、一般紙にも広告を出して慰安婦募集、月給はいくらいくら、行き先はどこどこ、年齢はこのぐらいというようなことはございました。しかし拉致、アブダクションということもありませんでしたし、セックススレーブということはなかったんですね。ジャパニーズミリタリーセクシュアルスレーバリーってこういうのあったんですか、総理、お答えください。はい、野田内閣総理大臣。経緯とか実態についてはいろんなお話がありますけれども、このことが正確なことを記されているかというと大きく乖離しているというふうに思いますし、この日を立てたことについては大統領にも早く撤去するように私の方からも要請をいたしました。はい、山谷恵理子さん。ところが大統領はですね、昨年12月17日京都の日韓首脳会談で第2第3の像ができるぞと言われている。どういうふうに説明なすったんですか。どうしたんだよ本当に。はい、野田総理大臣。相手の大統領がですね、この慰安婦の問題についての懸念を私に伝えたことは事実ですが、何をどれぐらい何を言ったかということは、これはコメントを控えたいというふうに思いますが、我が国は法的にはもう決着しているというその立場は明確にお伝えをしております。はい、西谷恵理子さん。法的に決着しているというのは1965年の日韓基本条約のことをおっしゃってらっしゃるんですね。今うなずいてらっしゃいます。しかしそれでも道義的にはどうかということで、アジア女性基金というのが作られて、民間の皆様が寄付なさって、そして、女性の皆様に、お渡しをお金をお渡しすることができました。歴代総理何代にもわたって謝罪をしております。この認識は同じくしていただけますでしょうか。はい、野田内閣総理大臣。一貫してですね、その1965年の日韓基本条約によって法的な立場はもう決着していることは歴代政権申し上げてきています。その上で一つの考え方、人道的な支援としてアジア女性基金、かつての政権下の中で民間のご協力もいただいて作り、そして今もそのフォローアップをしてきているということは事実でございます。はい、山谷恵理子さん。それからですね、軍や官権による強制的な連行という資料は見つからなかったんです。平成9年の国会の答弁でも、内閣官房外政審議室長が言ってらっしゃいます。それから平成19年の政府答弁もそうでございます。今の野田内閣も同じでしょうか。はい、それじゃあ現場外務大臣。はい、基本的にですね、政府がかつて調査をいたしました。その調査結果を基本的に踏まえていると。おっしゃるように証拠は出てないけれど、ただ否定はできないと、こういうことだと思います。山谷さん。証拠は出てない、できる、どういうことですかそれ。はい、はい、それじゃあ現場外務大臣。河野官房長官談話はどういう
ということを書いてあるかといえばですね、慰安婦の募集については軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も還元強圧によると本人たちの意思に反して集められる事例が数多くあり、さらに官憲等がこれに加担したこともあったことが明らかになったと。当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集移送管理等も官憲強圧によると総じて本人たちの意思に反して行われたというふうに河野官房長官の談話には記してあるというふうに承知しています。山谷恵理子さん、本当証拠はないけど否定できないとおかしな答弁はなさらないでください。国家の名誉を守ることが大事でございます。いろんな大臣作ってらっしゃるんだったら国家名誉回復担当大臣とお作りになれたらいかがですか、野田総理。はい、それじゃ最後に現場大臣一言で総括してください。先ほどのあなたの発言に対して。じゃあ政府の基本的な立場は河野官房長官談話の通りでございます。山谷さん、では終わりにします。次に、以上で山谷恵理子さんの質疑は終了いたしました。